どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。どうも皆さん、ゴールデンウィーク期間中ちょっと少しだけお休みをいただきました。ゴールデンウィーク期間中に動画出しまくってますけど、皆さん全部見ていただきましたでしょうか。まあ今日からねまた投稿を続けていくわけなんですけれども、本日の動画、 5Ds 好きであれば、まあ、このモンスターは避けては通れない道なんじゃないでしょうか。セイバースタードラゴン、今日はね彼を使っています。彼で勝ちます。私は彼を使ってちゃんと彼で殴って勝つ、そういうデッキになってます。セイバースタードラゴンね、赤き竜のあざの力見せていきましょう。セイバースターはめちゃめちゃ出しにくいです。まず一つ目の条件として、シンクロ召喚条件、救世竜セイバードラゴンプラススターダストドラゴンプラス中内外のモンスター一体、縛りがきつい、めちゃめちゃ縛ってる自分のことをでセイバースターっていうのが救世竜のね、だからこの、レベル1のチューナーで、このチューナーはスキルで出せます。一応救世を導きっていうこの新スキルね、これ、手札のチューナーを1体デッキに戻すと、デッキから救世竜を1体特殊召喚というか、まあ、フィールドに出すっていう、まあ、あのリンクス流概念ですね。これで一応出せます。なんで一応セイバードラゴンは、まあ、なんとかなるよっていう風に思ってもらえば、だからあとはそのスターダストとチューナー1体を用意できればいいっていう話で、ギミックとしてはこれディスコードのメンバーにから教えてもらったんですけど、ギミック結構相性がいいのがこの太陽電池分っていう、あの優勢全然関係ねえお前誰やねえモンスターの一種、この太陽電池面が結構相性がいいんです。これなんでかっていうと、他のイカズ地族が召喚か特殊召喚されると、トークン、電池面トークンっていうのをね出すんですね、レベル1の。これがすごく相性がいい。何かっていうと、太陽電池面召喚に成功するとイカズ地族を墓地に送れるんで、あのこのバイロンプリズムっていうモンスターね、これレベル4のチューナーイカズ地族の、これを墓地に送れますよと。でリビングフォッシルとか、まあ、あの深すぎた墓穴とか入れてんだけど、これ蘇生札、これで、送ったやつを蘇生すると、レベル4のモンスターと非チューナーとレベル4のチューナー、まあ、要は8新キロができる、盤面とレベル1のトークンがこいつの方が出るんですよ。だからトークンと、スターダストまではいけるんです。レベル1のチューナー以外のモンスター1体とスターダストまではいけるんですよ。だからあとはスキルで救世竜を出すだけでもうセイバースターが出るっていう、これね、あの妨害が、相手の妨害がなければめちゃめちゃ出る。あの蘇生札めっちゃ多くしとくと、まあ、めっちゃ出る、まあ、要はそのコーズミックとかコンセントとかを抜いて蘇生札ガン積みとかするとめちゃめちゃ出るセイバースターは。ただ出しただけでは勝てないっていうのがこのモンスターなんですよまあ重要な、あの大事なこいつの効果説明していきます。長々とね、長々と書いてますけど、長々とこいつそんな強くないでって書いてます。基本的にね、アニメモンスターですから。このモンスターは相手が魔法トラップモンスターの効果を発動した時、このカードをリリースして、その発動を無効にし、相手のフィールド上のカードすべて破壊するという、全部で効果3つあるんですけど、1つ目ね、要はリリースして全部ぶっ破するよっていう、無効にして全部ぶっ破、まあ、スターダストっぽいかなとちょっと思うじゃないですか。一応皆さんね、欠陥でございまして、この人ね、リリースしても戻ってはきません。この人はスターダストと違ってエンドフェーズに戻るっていう、フィールドに戻るっていう効果はありません。ただし戻る効果、違い戻る効果はありまして、エンドフェーズ時このカードを持ち主のエクストラデッキに戻し、自分の墓地のスターダストドラゴンを特殊召喚するっていう強制自主退社の効果を持っております。なんで戻っちゃうの、しかもこれ強制だから絶対戻るんですよ。出たターンは絶対に戻る、何もしなければ。だから例えば自分のターンに出してドヤーって言って、相手何もしてこなかったですよ、そしたらエンドフェーズ普通に戻ってくるんですよ、この人は。でスターダストを蘇生するっていう、何がしたいんお前はみたいな効果なんですよね。これがね結構ねきついんだよな。このエンドフェーズ時の効果をなんとか発動させないっていうように、まあ、するのがセイバースターデッキなんですわ。
で、真ん中の方が、一旦に一度相手のフィールドの表側表示のモンスター1体を効果無効にしてその効果をコピーするよっていう効果を持ってるんで、例えばブルガトリオとかだったらセイバースタードラゴンの効果が一応ブルガトリオの効果コピーしてなんか全体攻撃プラス貫通できるよとか、まあそういうなんかそのコピーするっていう効果は一応、まあ、ちょっとだけ強い時はある。ただやっぱり、ね、エンドフェーズ戻るっていうのは厄介なんだよね。でこのエンドフェーズ戻る効果をなんとか無効にしたいっていうか発動しないけどその一番上の効果この全部突破する効果これは使っていきたいっていうのがあって、じゃあどうするかっていうと、例えばネクロバレーとかね、あの王家の眠る谷にネクロバレーとかがあるとセイバースターが特殊召喚できないんで、あーじゃなくてスターラストが墓地から特殊召喚できないんで、一応セイバースター戻んないとか、あとねグトンノロっていうこの最強の装備魔法カード、モンスター効果を無効にして1000アップさせるっていう装備魔法、これつけるとその下の効果無効になるんですよ。あとコピーする効果、エンドフェーズ戻るっていう強制代謝効果と無効にするっていう効果が要は無効になって、ただこの上の相手がその魔法トラップモンスターの効果発動したらこいつをリリースして全部突破するっていう効果を使えます。なんでかっていうとリリースして発動なんで、要はフィールドにいなくなると装備魔法とかあとデモンズチェーンとかね、ああいうのの効果って無効にならないじゃないですか、モンスターの効果が。だからぶっ破効果は使えるんですよ、これ装備していても。だから相性が良くてこれ入れていると。で妨害がないっていうデッキが基本ないんで、この環境だと。だからコズミックサイクルないとやっぱ勝てないっていうのと、シンプルにね、シンプルにと、まあ、要はこの必要枠みたいな感じと、あとねこのね打点ね3800しかなくて、こいつ出して俺勝ちてんすよ。で戻っちゃうじゃんすぐ。だからもうねコンセントするしかないんすよ、これもうコンセントするしかないの。もう射出するとかはあるけど、一応射出するにしてもなんか制定極真制定ってことでいいし、これねマジでコンセントしかないのよ、マジで。出したターンに勝つから俺今日これするだけだから、俺世界を救っていきましょう。本日は救えるかは知らん、デュエルスタンバイ、俺たちの絆の力見せてやるぜ。カードをセット、カードをセット。ただ先に言っておくが、スターダストドラゴンと救世竜セイバードラゴン、そしてセイバースタードラゴン以外の優勢っぽいカードはこのデッキには1枚も入ってないぜこれが俺流セイバースタードラゴンデッキだぜ強え、やべえ、ハンド強え、やばい、これ裁きされる、裁かれてしまう。あー強い、やめて、ちょっとマジでブラックローズマジでやめよう。ブラックローズだけほんまにきせい、ブラックローズマジでやめようぜ。ほんまにブラックローズきせい。いやーやばい、やばいこと起きてる。あーちょっとエバリーぐらいにしない。会話さん、一旦落ち着きましょう、一旦落ち着きましょう。あでもブル青眼ライトロードだな、裁かれる気はあんまりしねえわ。ちょっと頼む頼む、マジで太鼓落ちたの強いじゃん、太鼓落ちたの強いって言いながらさ、ブラックローズマジでやめよう。ちょよくない、あそっちは、あでもオッケーでもね、オッケーでもない。セットモンスターやめて、残して、セットモンスター、ちょセットモンスター残して、ちょマジでお願い、ちょっと。あーナイス、なんか知んないけどなんかこっち選んでくれた、やった、奇跡起きてる。このデッキマジでお祈りでしかないからな、このデッキほんまお祈りでしかない、まあ、そもそもセイバースタードラゴンで勝とうとしてる時点で結構頭おかしいからな俺。ブルーアイズホワイトドラゴンを特殊召喚しようって言うわ。このカードは次の自分のスタンバイフェーズになんか指定した相手の墓地のモンスターか自分の墓地のモンスターを特殊召喚できるよっていう効果。まあ、ちょっとブルーアイズ邪魔ってなるけどね、なんならブルーアイズ少し邪魔っていう、まあ、ちょっとハンド事故ってるんでしゃあないですね。セイバースターとかいうなんかモンスター2枚とか来てるんでこれスキル使えんやんけ。でボタンが、あでもそれうまいな、ブルーアイズ回収はうまい、特殊召喚できない、まあ、逆にいいわ、逆にオッケー、逆にオッケー。バイロンプリズム落としてでワンドロー入ってコンセント引いた、蘇生札が来てくんないと困るから、蘇生札が来てくんないと困る。天才だった、天才やった。ちょマジでクリボールだけほんまにやめて、クリボールマジで許容できない、クリボールだけは許容できない。
トークンが生まれていく。そしてレベル4太陽電池エンジン、レベル4バイロンプリズムをチューリング。お前誰やねんモンスター2体でシンクロ召喚。集いし願いが新たに輝く星となる。光さすりしろえ、シンクロ召喚飛翔せよスターダストドラゴン。そしてセイバードラゴンを通常召喚、スキル腐った。そしてレベル8スターダストドラゴンとレベル1電池面トークンにレベル1急星流セイバードラゴンをチューニング。集いし星の輝きが新たな奇跡を照らし出す。光さすみっしょえ、シンクロ召喚降来せよセイバースタードラゴン。これが赤き竜の力だぜ。そしてセイバースタードラゴンの効果を発動、ピューロモンスター1体を選択し、そのモンスターの効果を無効にし、そのモンスターの効果をコピーする。いくぜ、効果は発動する必要ない、カイトロイドは投げられてしまうからな。いくぜ、このままバトルフェイス、いけシューティングブラスターソニック打たせて。さあお相手の方ユーギさん、ハンドは整ってるぜ。あとは俺様はコンセントレイトを引くだけだぜ。いくぜユーギさん、俺たちの赤き竜のあざの力見せてやるぜ。電池面ボタン型、あっこれちょっと一回電池面、これねマジでネタなのは、すげえこんだけ頑張って今ハンドで出せるんですけど、出したら定時退社するっていうね、セイバースターさんをね、セイバースターさんちょっと若干そのゆとり世代とかあるんで、あの出た瞬間、あー黒マジ強い、あの出た瞬間に、あの瞬間っていうか出たエンドフェーズに何もないと帰るんですよね、自宅にお帰りになりましてですね、まあちょっとなんだろうな、なんかそのイタチの最後っぺみたいな感じで一応残していくんですよ、スターダスト、まあ、そういうデザインとなってまして、でこれで一応ナビゲート伏せられていたとしてもなんとなるかなっていう気はするんだが、さあどうでしょう。さあ電池面ボタン型きた、オッケーナイス、電池面ボタン型、フォッシルがもう一枚あると結構面白いことができるんだけども、フォッシルもう一枚引かないかなっていう、あコスミックサイヤ、それはそれでいいや、それはそれで強い、ですね、とりあえずコズミックサイクルをぶちかましていく、コズミックサイクルをぶちかましていく。さあとりあえずなんかとりあえずパワーカードを使って、とりあえずのパワーカードでそのカードたちを2枚とも除外させていただこう。だいたいねこの環境を妨害されるんで必ずと言っていいでしょう、ほぼなんで、こういうバック除去はないと無理です、無理。フォッシル、まあ、通常召喚でもいいの、フォッシルしなくてもいいか、フォッシルしてで、バイロンプリズムを特召喚、墓地よりレベル4以下のモンスター特召喚で、太陽電池面の効果によってトークンが出てくるぜ。そしてレベル4の太陽電池面にレベル4バイロンプリズムをチューニング。ガチでさ、スターダストの出し方マジで誰やねん出し方なんだよこれ、マジで誰やねん出し方なんだよこれ、誰やねんモンスターに誰やねんモンスターをチューニングし、集いし願いが新たに輝く星となる。光さすミッションレシンクロ召喚、自重せよスターダストドラゴン。そして急星竜を、ちょっと待って、ライフ削りきれねえか、ライフ削りきれない、ちょっと待って、こんなに本物の優勢は迷わない、じゃあ好きな発動だこれ、急星の導き発動、手札のチューラーモンスターをデッキに戻し、デッキよりチューラーモンスター、急星竜、セイバードラゴンを特殊召喚、そしてレベル8、スターダストドラゴンとレベル1、ドッペルトークンに、これドッペルトークンだ、レベル1、急星竜、セイバードラゴンをチューニング、強いし。星の輝きが新たな奇跡を照らし出す。光さすみっしょれ、神器の召喚、高来せよ
セイバースタードラゴン、そして太陽デッチメンを召喚。お前誰やねー、お前誰やねー、バトルシューティングブラスターソニック太陽ブラスターソニック。いやもうこのモンスター活躍せさんのきつすぎる。そこそこね、出すだけだったらそこそこ出るんですけどね、このモンスター。出すだけだったらだよ、妨害がなかったりすればなんとかなる。これ一応ファンデッキなんですよね、基本的には。これ基本的にだね、意外と妨害がなければダッシュだけだったら出る。これも出んだよ、だからこれ出んだよ、だからリビング保守すんじゃん。リビング保守として、いやこれなんか感覚的に言うとなんかファンデッキで行ってんのに手札やつバンバン投げられてる感じ。ランク設定そういうとこあるんだよね、ガチでやるとこだから。なんか俺だけファンデッキで行ってなんか相手からなんかめっちゃなんかウララとかベイラーとかなんか増殖する G とかなんかそういうなんか手札やつをめっちゃぶん投げられてるイメージなんですよ。わかります、そういうイメージなんですよね。俺今やってるのなんか一人で理不尽さを抱えてるっていう。そしてスキル発動、中性の導き、俺は手札の中南モンスターをデッキに戻し、デッキより旧勢力セイバードラゴンを特殊召喚、レベル8スタートドラゴンとレベル1デンチメントークンにレベル1旧勢力セイバードラゴンをチューニング、通の石星の輝きが新たな奇跡を照らし出す、光さすミッションアレシンクロ召喚、到来せよセイバースタードラゴン、そしてグトンの斧を装備。これでこのモンスターの効果無効化される、つまりこのモンスターはエンドフェーズに戻ることはない、デコイチは無効にしないぜ、ターン終了。じゃステイフォース、なんでステイフォースがないんだ。ただしな、このモンスターはグッドオンの斧で効果を無効にしたためミスラいいよ、あれだぜ、定時退社することはないぜ、強制労働命令だ、緊急強制労働命令を出しておいた。このモンスターは無効にする効果はちなみにリリースするんで無効にはなりません。はっはっ、いやいや、それさ、こんな俺人間の所業じゃねえよ、こんなの人間の所業じゃねえ、はっはっ、マジでこんな人じゃねえよ、こんなこんなの人間のすることじゃねえよ、どうしてだよ、どうして